ます。ベッキーさん、イロハさん、前の方にお願いします。続いての配信大カードはコメバータスマスナー。はい、B クラス極悪計算発散。これ二人の過去の成績でどうなんですかね、ワックス。ああ、どうなんでしょうね。初めてちょっとまあいいよ、OK、OK。どうなんでしょうね。俺見たことないです、まあ、あんま見たことないですよ。まあでもなんか米さん勝ってるイメージありません。あ、そうなんです。前もシュラブラいましたから、はいはい、米さん。さあガヤらしてくれと、ラブゴリラから声がかかってくる。さあステージは村町です、ね。村町ですね。さあこのカード、まあ強いてあげるってさ、シュルクのリーチが長いので、まあ、クラウドより長いから難しそう。クラウドにも対抗できるリーチの長さを持ってます、ね。まあ、壊すの発生はかなりクラウドに有利が上がるんですが、あとシュルク着地そんな強くないですからね。あ、まあそれら辺はモナドをうまいこと切り替えて合わせて着地狩りを拒していきたいといったところじゃないでしょうか。さあ開幕 95%vs10%。 さあコメ選手不利な状況。さあ G2G とし、ね、っかりと落ちて立ち回っていく。さあ今の枠後ろの距離が先端気味だったので、さあジャンプがないですね。惜しいですね。回避読み、いや、ジャンプを狙っていく。おお、さあ撃墜には流す。症状態だとバーストを、まあそうですね、確か飛びやすくなる、飛びやすくなる、ね、ちょっと反っていう話は聞いたことがある。あわやといった感じだったんですか。さあめくりにしっかり反応していく。安定してますね。駆け上がり、ジャンプ上がりに対して DA を刺していったマッツン。素晴らしい。おっと、完全に暴発。うまい、阻止がうまいですね。これジャンプはないので、おっ、しかし届く。しかし腹筋に合わせようとウェビューしていましたが当たりませんでしたね。さあうまい、打って前、うまい、ああ、ね、いや、しかしでもあそこしっかり回避の性能いいですね、はい、クラウド。さあ海外を経験してきたこのコメ、おお、すかし着地空上を見せると、みあ、そう、すかし着地でもう一回掴んでいく。素晴らしい空上見せる。4組振り、あと投げの質の差し込みをしっかりそのばかりで避けてきた。うまい、素晴らしい反応。シスだと差し込みたくなるっていうところをしっかり、はいはい。さあモナキャン折り込み済みで出していく。着地をキャンセルして、おー、あのこう間に合わないとミリアイナや、はい、しっかり切り返しましたね。お互い的確に半角にならないようにリーチの長さを押し付けていく。さあなかなかガードに対してのプレッシャーが書き方が上手でしたけども、これ勝者側4回戦ですか。勝者側4回戦かな。もうさあストック不利の展開。コメ選手どうやって巻き返していくのか。空上に当たらず、空逆に刺して空上にまで繋いでいく 66%。 さあ着地はうまいですね。最終力しっかりできてますね、このクラウド。はい、攻撃に当たらないで、おっと解除してしまったんで、さあジャンプに当たりましたね。危なかったですが、すかして様子見、ラインを縦にして、しかし回避を反応していく。さあ縦状態なので落下速度が遅くて流れていく。キャンセルして横強、モナキャンしっかり、モナキャン横強、素晴らしい。オタク、あ、崖を先にさあ、ステージャー何も起こらず、上り空中後ろでしたからね、はい、下りだったら当たってたかもしれないですけど、上ってたんで、まあ、あれなかなか当たらない。おっと縦でさあバースト、切り替わる前に危なげなく松井選手、松井選手1ストーン落とされることなく。さあ強すぎるこの中学生、松井クラウド安定感が抜群ですね。結構多分これクラウド側もめんどくさいだとは思うんですけど、外に出された時にかなり復帰阻止は、復帰阻止はもうされやすいカードではあるんで、だろうから、それをいかに空中ニュートラルで降りられたら終わりですもんね、あとマーク前とか、さあガヤってと観客に求めていくマッツンクラウド。着地はさあ降り方が上手いですね。ライン詰めてからの動きはやっぱり上手い人は上手いですね。空上ね、ジャックまで、さあ空上降りをガードして的確に外し、さあめくりに対してしっかりと最大の強切りを。さあ海外を経験したこのコメ主力を倒すことができるのか、マッツン。さあ避けていく、空気がうまい。さあリミット溜まった状態から投げていく。さあ台上で待っていく、クエヌうまいですね。さあ前取って上強を当たる、先端から動いたら上強に当たるというシステム。ジャンプしづらいですよね、向こうからすると。さあこれは崖際の展開、
これはめくれずに、これがうまいですね、しっかり反応します。そうですね、あの辺のしっかりガーキャンつかみが、あ、いや、うまい、あとこれはジャンプがないよね、惜しい、頭が出ないようにしっかり振ってきてくる、コメ選手、あっと、モナキャン、モナキャン、ずるいな、精度が素晴らしい。おー、さあ、ね、着地から透かし投げ、空中後ろ来る気しますもんね、あの、はい、崖狩りはそのばかりに植木を狙っていく。さあ台上で君と食べる展開、おっと、さあ逆に崖を吸ってしまった、コウメシルク、ショーにチェンジ、クエヌから差し込みモードに入る。さあリミットをそれで貯めていきたい、マックスじゃ崖後ろ、うまいね、根元で裏手にして、はい、撃墜が、撃墜力高いですからね、あの技。さあ台上にジャンプでプレッシャーを与えていく。さあ松選手リミットを貯めて、ジャック3連、ジャック3連、ここ難しいところですよね、はい、さあ空中抜いたらある、はい、空中抜く前で返す、うわー、見て、競技撃墜、わー、そしていく、飛びすぎ。さあほぼ5分の状況、ほぼ5分ですね、反転クエヌから、あれ後ろ側当たると、はいはいはい、その後繋がるんですよね、空中前が、空中に出たら後ろ側から空前、後ろ側から出るんですね、後ろ側から出る、下から、下から、背中から背中側、空前で暴れる、36、さあ着地は一読み合いはジャスガクから展開していく。さあ崖際空前はしっかり避けてガンダッシュを掴んでいく。さあやはり松選手この辺の判断反応速度尋常ではない、尋常じゃない、修羅中学生くん前から、さあプレッシャー危ない、さあリミットが溜まっている状態で非常に怖い、お拒否していくくん前当たらずくんで返されてセンター、お互い空中に打ったら読んでいる、ジャンプを今の耐えてますね、今の耐え切ってます。さあキレキレのマッツグラウド拒否できるか、さてさあしかしラインがゲロゲロ、クエンジャされて苦しい、崖を掴まざるを得ない、崖を奪いしていくプレッシャーが DA、 さあ縦から的確に切り替えて崖から上がらせてもらえない、おクエンジャめくれてんだね、上だけからこの読み合いは上行くよ、いや今の空下でさあクエンジャ反応していったのはマッツンクラウド、さあ強いっすね今の、強い、マッツンコール、さあ